こんにちは、 JJ シスターズです。あれって今日はですね、ジュリ姉がお休みということでですね、私のあのマッスル仲間をちょっと助っ人にお呼びしております。ご紹介します。フィジーク界のエグザイル中村敦史選手です。イエイ、よろしくお願いします。はい、かっこいいでしょう、皆さんね。まあ、中村さん、いつも、まあ、ちょっとあっちゃんとお呼びしてるんですけれども、あの、フィジークというね、まあ、カテゴリーとか競技をしてるんですけど、フィジーク、ボディービルじゃないんですよね。そうですね、ボディービル、まあ、体作りは似てるんですけどね、うん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 、ちょっと競技のルールとか、うんうん、まあ、衣装もちょっと違います。なんかかっこいいね、サーフパンツみたいなのをね、フィジークの選手は、ね、はい、履いてね、ちょっとこうボディービルのこうビルダーパンツみたいなのとはちょっと違うね、かっこいいあの競技になりますね。そちらの選手なんですけども、今日はですね、この中村敦史選手を中心にチーム中村という、まあ、フィジークのなんていうんですか、そうですね、あの、まあ、あの練習会の練習会のメンバーなんですけど、ね、そうやってるんで、あのイケメンのフィジーカーをですね、お迎えして楽しいトークをしていきたいと思います。はい、はい、それでは CM を挟みまして、ファシネーションクラブチャンネル TV スタートです。どうぞ。はい、皆様お待たせいたしました。それではチーム中村のメンバーを、お呼びしたいと思います。はい、お一人目です。はい、自慢の部位は大胸筋、イクメンフィジーカーの藤田栄一選手です。どうぞ。決まった、かっこいい。はい、お二人目紹介いたします。はい、自慢の部位は大腿四頭筋、サラリーマンフィジーカー、梅田亮選手です。どうぞ。ちょっと自慢の大腿四頭筋見えづらいですけれども、はい、ありがとうございます。じゃあおかけいただいて、はい、お座りください。はい、今日はあの中村ちゃんに、はい、チーム中村のメンバーを、ね、はい、お呼びして、はいはい、イクメンを揃えていただきましたけどもね、まあ、皆さんそこそこあのナルシストってことで、はい、まあ、でも皆さんあれですよね、トレーニング始めた根底はやっぱこうかっこよくいたいとか、そうです ね、モテたいみたいなところもきっかけの一つには、ね、はい、あるっていうことなんですけど、はい、やっぱ鏡見ちゃうよね、一日どれぐらい見ちゃう。見たことはないんですけども、はい、鏡がたら見るっていう、戻って見るみたいな。あ、もう戻っちゃう、戻っちゃう、あの二度見する、二度見、ね、それ何、街でこうポージングしちゃうの。そうですね。あ、じゃあよく駅でこうゴルフやってるおじさまと同じ感じの、全く同じですね。腹筋チェックとかよくない、はい、梅田くんどこで見るの。あの表参道ヒルズ歩いてたらガラス越しにずっと自分で見る。あ、ずっと見て。あそこいいですよね。はい、そこなんか何、フィジーカーポイントみたいな、マッスルポイントみたいな感じ、ね、結構使ってると思います。あ、みんな使ってる。そうですね、照明がいいと。ゴールジムいっぱいあるしな。あ、ゴール、ね、あ、じゃあの原宿のゴールジムから、あの表参道のゴールジムのこの行き、はい、そうですね、のあの行き品はだいたいチェックして、帰りもチェックする。あー、やっぱそういう感じ、素晴らしい。行き帰りじゃ全然行き帰り、あそういう感じだね。なるほどね、まあ、皆さん本当日頃あの鍛えてらっしゃいますけれども、はい、女性の好みなんかどうなの、藤田君なんかやっぱり。あの僕これといったのはちょっとね、 あまりない、あまりないんですけど。あ、じゃあなんかすごいぽっちゃりさんとか、まあ、全然ちょっと清潔感がやっぱちょっと大事。なるほど、梅田君は。僕結構スタイリッシュな感じの女性の方が好きですね。例えばあの着てもらいたい水着とか。スクール水着とか言わない。ちょっとそれマニアックで、あの横のなんかこう紐が細い、細いのが好き。ビキニの選手とかがよく着てらっしゃる。やっぱビキニが好きなのみたいな。はい、ああいう水着は結構好きですね。うさくは、これも黒のビキニは。黒、はい、もう黒、バイオさんも大人のセクシー。なるほど、大人のね、なるほど。お好みが、あっちゃんはどんな感じや。あ、これは水着ですか。水着、
なんかパステルカラーだから。あ、パステル、あ、そうですね。夏色の。あ、華やかな感じでね。パステルカラーな感じで。なるほどね。まあ、それぞれ自慢の部位は、ちょっと足見えないけど、大腿四頭筋と大胸筋ってことですけど、はい、やっぱこう、やっぱり中心に。そうですね、鍛えてもう、もうフロントの王様。でもやっぱりフロントの王様、あっちゃんもみんな大きいけどシャツとか入んないでしょ。でもシャツ梅田くんなんかそうか、サラリーマンだからシャツ、シャツ特注なの、やっぱみんな、ね、あのスーツは基本オーダーメイドで、あ、じゃないと入らない。スーツは完全に、はい、いやね、そうだよね。腕周りは結構きつかった。胸は結構入ったりするんだけどね。なるほど。肩とかね。そうか、じゃあ やっぱりお金はそういうところがかかっちゃうんだね、オーダーメイドだからね。そうですね。ね。何でもかんでも。何でもかんでもね。なるほど。でもみんなの女性にモテモテだと思うんだけど、デートとか何、どこ連れてく感じなの？マッスル君たち系のデートって。意外と普通。じゃあささみ食べに行くぜ。そうなんの。もうあるまいで、あ、ささみデート？ささみはないですけど、まあ、やっぱヘルシーなのを選択して。あ、やっぱり選択して。逆に女子力高いと。なるほどね。ヘルシー志向が高いから普通の女子よりもよく言う、知ってるっていう女子もあるので。あ、なるほど。あそこでトークがまた。なるほど。デートはジムとかそういうのはないんですか？あ、そう。どう？基本的にでも、あの、僕トレーニングを中心に考えてしまう。はい、みたいな。集中できないよね。そうなんですよ。なので、ね、トレーニング終わってからかデートした後にトレーニングっていうのは。それ分かるわ。えデートにならない。ならないよね。ね、あ、分かる、はい、なんかちょっとこう入りたいもんね、はい、それは。よかったね、皆様。デートはジムじゃないそうです。そうですね。はい、でもまあみんなのそれぞれはこうやっぱりもっともっともっとっていう風に鍛えてると思うんだけど、はいはい、モチベーションってどういうふうにやっぱりこう、うん、キープっていうのを、そうですね、してる、こうなんかやっぱり、うあ、じゃあ梅田君から。私は基本的にはモチベーションっていうのはないと思ってまして、あの、まあ、日頃 その生活の一部としてトレーニングを行っているっていうような感じなんですけど、あえてそのモチベーションっていうのを上げるとするならば、やっぱりこういう仲間で集まって一人一人 その体が変わっていってるっていうのを見て自分も頑張らないとっていう。確かに、はい、私もこう囲まれてると頑張んなきゃなんて思うから思う。そうだね、はい、その仲間にこう刺激されて、ね、やっぱりもっともっとっていうのはあります、はい、君は。僕はやっぱりコンテスト、あ、はい、この日っていう、やっぱ競技出たりとか、ね、この日までにっていう目標を持って、目標を持ってやる、うん、やっぱりあのみんな、私もそうなんですけど、 JBBF という公益社団法人、ね、日本ボディービルフィットネス連盟という、うん、あの団体で、あの競技スポーツとして、あのフィジック競技で私がフィットネスメイキングになってるんですけど、やっぱりそうですね、あの競技とかそういういつにっていうのがあると、うん、ね、全然あの、そうです、違いますよね、はい、あっちゃんはどんな感じなの？やっぱり俺もそうだね、あの、うん、まあ、大会に向けて、でモチベーションを保ちながらと、まあ、過去は昔ちょっとね、結構ダラダラだったんで、ダラダラ、そういう風には戻りたくないなっていうところを思い出して、はい、保ってます、ね、保ってるね、まあ、あっちゃんもかなりあのストイックな感じで、まあ、そうなんですよね、自分だとわからないんですよ、わかる、やるだけやってる、わかる、と入ってやるところまでやってるだけという。なんかみんな、あの、またジム行くのとか言われない？もう日常茶飯事。日常、はい、最近は言われなくなった。言われなかった、もう諦められてんの？そうですね。またの、わかる、ジムにいない方がちょっと心配されてる。どうしたの今日いないの、行かないのってね、はい、それが怖くなっちゃう。ちょっとそれ普通。そう、私もよく言われるんですけど、でも うちらの感じってそうなんだよね。そう、なんか行くのが普通なんだけど、ね、多分普通、普通のっていうか、あんまり行き慣れない人からしてみると、はい、またって、もういいんじゃないみたいなね、感じのノリに、はい、なってくるんだよね。そうなんですね。いつもあのチーム中村とかではどういう、はい、何集まりっていうか、
練習を皆さん、ね、チーム中村っていうのはもう、うん、あの練習会の練習会メンバーですね。試合に向けて、はい、まあ、試合に向けてですね、うんうん、まあ、基本フィジーク選手なんですけど、うんうんうん、まあ、他の団体の、うんうん、まあ、ボディービルダーの方もいるし、うんうん、ああ来てるんだ、まあ、セミナーではなくて、うんうん、あの練習会なので、練習会ポージングの、そうですね、じゃあこういうふうにこう規定のポーズを練習したりとかっていう感じ、わけあやいと楽しくやろうっていうのがチームの中の練習会感じなんですね。わかりました。なんかあの宣伝とかない？梅田くん、梅田くん試合いつなん？7月3日にあります7月3日に関東オープン、関東オープン、はい、はい、フィジックコンテストに出られるんですね、はい、ですね、じゃあまたそれに向けて、そうですね、ちょっとまた絞りを受けると頑張って、ね、まあ、その途中経過だね、まあ、まあまだ、そうですね、梅田くんも大会、僕はいつ7月3日関東オープン、一緒一緒です、あ、はい、クラスはまた別なんですけど、あ、クラス違うんですね、はい、クラスは176以下ですね、6以下のクラスで、はい、72以下です、72以下のクラス、はいはい、フィジークね、カテゴリーで、あっちゃんはまあちょっと一応、まあ、9月に大会あるんですけど、ここでよか出ないか、はい、まあ、まあ、あっちゃんね、アメリカの大会とかでも、まあ、大活躍ね、してる、はい、あの選手なんですけど、まあ、あのぜひでもトレーニングね、みんなしてやっぱりかっこよく、女性もね、はい、ぜひぜひね、あのかっこよくはやっぱりね、やっぱりそうですね、女性もいいですね、はい、鍛えてね、そうですよね、うん、健康的な、健康的な、はい、まあ、あっちゃんもあのパーソナルトレーナーさんとかもやってるので、はい、ぜひちょっと手取り足取りあっちゃんに教えてもらったっていう人がいたら、はいはい、よろしくお願いします。大募集みたいな感じですね、練習会も募集してるってことですね、はい、はい、それではですね、CM 挟んでエンディングになります。はい、はい、まずはこちらをどうぞ。はい、あっという間にエンディングになりましたけれども、改めてご紹介いたします。フィジック界の、はい、あ、ごめんなさい、フィジック界のエグザイル、ごめんなさい中村敦選手です。はい、藤田、ごめんなさい、H 選手です。梅田亮選手です。イエーイ、ありがとうございました。ね、メンズフィジックもう一回ちょっと、ああ、そうですね、メンズフィジーク、メンズフィジーク、みんながやってる競技、はい、うん、改めてちょっと、そうですね、メンズフィジーク、まあ、あの男の生かした体を生かした体、アピールする競技、はい、あの海外に2、3年前から日本に入ってきて、もともと海外でやってるんですけどね、まあ、ボディービルとちょっと違う、はい、少しファッショナブルなような感じになりますかね、うんうん、衣装も違いますし、そうですね、かっこいい競技ですね、そうですね、少し軽く明るくライトな笑顔を出してっていう、そういう競技ですね、ね、はい、皆さん頑張ってますけどね、そうですね、盛り上がってる、盛り上がって、はい、はいはい、もちろんどんどんこう盛り上げていこうかなと思ってます、はい、フィットネスビキニもどんどん盛り上げていきたいなと思ってますけれどもはい、今日はね、ジュリネがいなかったんですけれども、はい、いや、もう寂しい、梅田君、梅田君会いたかったですか、はい、今日会いに来ていただいたんですけど、なるほど、残念ですね、はい、大人 の、 、はい、あの黒がよく似合う藤田君の子供の好みの、ごめんね、言ってなくてということだったんですけどもね、ジュリネ、今日はあのこんな感じでファシネーションクラブチャンネル TV をあのやらせていただきましたけれども、はい、はい、ぜひね、あの皆さん4月3日でしたっけ、はい、ね、試合もありますし、す、ね、中村選手もですね、まあ、秋口ぐらい試合出るかも分かりませんので、JBBF のね、ホームページちょっと多分出していただけると思うので、そちら見ていただけると試合の場所とか時間とか、ね、そういうのも情報出ておりますので、はい、ぜひ皆さん応援に、あの、私も多分9月ぐらいの試合、ね、もしかしたらね、うん、一緒に出るかもしれないよね、はい、あのぜひ応援に皆さんいらしていただければと思います、はい、はい、それではありがとうございます。また来週でーす。はーい。はい、こっちで。こっちですね、はい、こっちで。